こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。今回は少々古いんですけれども、1985年の、特急朝潮に乗ったんですけれども、そちらの、主に車窓風景ですね。それから季節はまちまちになるんですけれども、その要所要所で撮影した、通過シーンをお送りしたいと思います。で、米子発車なんですけど、その前にこの米子の駅に来たら、これね、6時30分発の1021で、沖1号、小郡行きが発車していきました。7時発だったんですけどね、30分ほど早めに駅に行ったんですけど、こんな列車が来て発車していきました。これちょっとね、見てて面白いんですけど、後ろ、ヘッドライトとテールライトついて発車していったんで、あのまんま小郡まで行ったんかなと思うんですけど、どっかの駅で気がついて消したかもわからないですね。で、この次なんですけれども、6時37分発の大仙3号ですね。あの旧型客車の向こうに見える0051が発車していった、あの後ろに12系つながってるんですけれども、あれが出雲市行きの大仙3号みたいです。12系ってね、急行列車ですからあれでいいんでしょうけれども、やっぱり私は旧型客車の方が好きですね。それでこの編成なんですけれども、一番後ろの車両ね、換気室が逆向きにつながってたんですね。逆向きって、見てもらえば分かります。逆向きです。これ、換気室ついてて、こっちがついてないっていうような感じの編成なんですね。で、この列車を見送りまして、いよいよ、朝潮がやってきます。その前に東京からのね、2001列車出雲1号も、隣のホームにやってきました。あとはね、主に車窓風景と走行シーンで、ナレーションはこれで終わりにしたいと思います。車掌さんの車内放送と車窓風景、走行シーンでお楽しみください。豊岡、和田山、福知山、
綾部亀岡2丁に止まります。到着時刻は倉吉には7時43分鳥取には8時19分鳥取8時19分浜坂8時52分霞9時9分弘前9時31分豊岡9時41分和田山10時7分福知山10時42分福知山10時42分綾部10時55分綾部10時55分です。で亀岡
市からご乗車のお客様、お待たせいたしました。京都行き特別急行朝潮4号です。前から1号車、2号車、3号車の順で1番後ろの8号車まで8両つないでおります。1号車から5号車までが座席指定車です。そのうち4号車はグリーン車の座席指定車です。自由席は6号車、7号車、8号車の後ろ内3両です。号車番号各車両とも出入り口の右上に書かれてございますのでお確かめください。先頭車の1号車と1番後ろの8号車はこの列車の禁煙車両になっておりますので、1号車と8号車でのお客様、車内でのタバコはご遠慮いただきますようお願いいたします。抽選ご利用のお客様で禁煙車両ご希望のお客様、1番後ろの8号車をご利用ください。で次止まります駅は鳥取でございます。鳥取には8時19分の到着です。
しました。特別急行朝潮4号京都行きです。前から1号車、2号車、3号車の順で8号車まで八丈つないで乗ります。1号車から5号車までが座席指定車です。自由席は6号車、7号車、8号車の後ろより3両です。号車番号は各車両とも出入口の右上に掲げてございますのでお確かめください。1号車、2号車、3号車と5号車は普通車の座席指定車で、4号車はグリーン車の座席指定車です。自由席は5号車、6号車、7号車、8号車の後ろより3両です。
お出口は左側でございます。お忘れ物もなさいませんようご用意ください。駅の先を発車いたしますと、次豊岡に止まります。
一番後ろの車8号車と
先頭の1号車の座席指定の車は禁煙車です。先頭の1号車の座席指定の車と後より8号車の自由席の車は禁煙車です。1号車と8号車でのタバコはご遠慮ください。なお1号車と8号車洗面所はございませんので、近くの車をご利用ください。1号車と8号車は洗面所はございません。他の車をご利用ください。各車両の電気の壁にくず物入れと書いてあるところがございます。手で押していただきますと開きますので、ベッドの空き箱、ジュースの缶などができましたらお手洗いついでに押していただきますようにお願いいたします。最近車内での盗難事故が多く発生しております。非常に必ず身につけていただきますようにお願いいたします。次は亀岡です。11時54分の到着です。
回りにお忘れ物ないようにご用意ください。連絡列車をご案内します。残り大津草津前原方面。普通電車の草津行きは14分の待ち合わせ。12時32分、2番乗り場から。新快速草津行きは12分の待ち合わせ。12時30分、3番乗り場から。五泉線普通電車の大見松行きは22分の待ち合わせ。12時40分、3番乗り場から。北陸線特急来庁15号富山行き20分の待ち合わせ。12時38分、1番乗り場から。大阪三宮明石姫路方面新快速西明石行きは12分の待ち合わせ。12時30分5番乗り場から。快速阿児市行きは13分の待ち合わせ。12時31分4番乗り場から。快速の阿児市行きは京都から高槻まで各駅に停まります。高槻から明石まで快速です。明石から終着駅阿児市まで各駅に停まります。西大路向町高谷方面の各駅は4番乗り場です。奈良線の奈良行きは25分の待ち合わせ。12時43分8番乗り場から。新幹線名古屋東京方面光202号東京行き16分の待ち合わせ。12時34分12番乗り場から。小玉428号東京行き21分の待ち合わせ。12時39分11番乗り場から。岡山広島博多方面光163号岡山行き15分の待ち合わせ。12時33分13番乗り場から。光5号博多行き33分の待ち合わせ。12時51分13番乗り場です。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終着駅京都です。帝国通り12時18分に山陰線の1番乗り場に到着いたします。お出口は左側です。お忘れ物ないようにご用意ください。特別急行あざしお4号をご利用いただきましてありがとうございました。